宇宙戦艦ヤマトで10年ね、お付き合いをしたっていうわけ。五郎ちゃんはあの知る人と知る、僕とは昔ルート66でコンビを組んだあの納屋五郎ちゃんだけど、五郎さんね、はい、まずこのまあ自分のキャラクターにこう惚れるじゃないですか、うん、ね、役者っていうのは。そしてこのあなた沖田館長ってどういうとこが好きですか？これはまああなたも知ってる通りね、僕はもう戦争を知ってる男だから、そういう意味で今現代でさ、その親父が弱くなったとか、うん、なんとかっていう部分でしょ、うん、いっぱいあるでしょ、うん、そういう中でね、こう毅然としてね、生きてる沖田っていう、そういう生き方には僕はもう全く惚れっぱなしっていうかな、そうだろうね、これで10年やったっていう感じがしますね。ね、それとも聞き違いがな。来たよ。二人で何を話したか、そこが気になるんだ。依頼人も俺もな。何を企んだんだ。俺はそんなことはどうでもいい。ジャクソンが今どういう名前を使ってるか知りてんだ。なんでジャクソンが偽名を使ってるって思うんだよ。出なきゃ見つけてる。俺の目を逃れられるやつはいねえ。それが商売でな。